わあ、なんかぷよぷよしてる謎の物体がじゃんじゃかばばばーんと雨のように降ってきたよ。このままじゃ学校が埋まってしまうかも。そんな時はこの力を使うといいよ。はい、僕はアレル。私は安藤リンゴ。さっき光を浴びた君にはぷよぷよを4つつなげて消す力がついたはずだよ。え、さっきの不思議な光で？はっ、うわあ、頭が、誰かが、何かが僕の中に。ね、ちょっと大丈夫？これって毒電波？急すぎる。詳しいことはよくわかんないけど、現状を整理して理解すると、私安藤リンゴはぷよぷよを消す力を手に入れたということだな。よし、何はともあれ部室に戻ってみよう。しましょう。ダッシュ！わけわかんないよ。あ、そういえば教室の方は大丈夫かな？あれ？誰もいないぞ。カブトムシの香りがするゆっくり系の少年。あ、虫見つけた。君、誰？シグ。シグ？おー、虫がいっぱいだ。はい、シグもどこかの世界から来た人？
知らない。ここどこ？見たことない虫がいっぱい。シグもぷよ勝負する人？ああ。じゃあ何はともあれ、レッツぷよ勝負だ。うへー、やるな。体育館どこ？体育館ってもちろん知っているけど、そこに何かあるの？うん、友達がいる。オッケー、ついておいでよ。あちゃ、お茶、電力会社。あれ、ラフィーナがいない。まあいいや。ねえ、骨の人たち、虫のいっぱいいる木、知らない？すごく素晴らしい極上のお茶のありかを教えるなら教えてやってもよいのじゃな。とにかくまずはぷよ勝負だ。最低集。さて、言った白骨が3体。あれ、なんか校庭から高笑いが聞こえる。あーはっはっはっはー、あーはっはっ
あ、ラフィーナ。あら、シグ。そこにいたのか。なんか最近、変身できるようになったみたい。もしかして、あなたも？うん。それなら、ぷよ勝負して、いろいろ試してみましょうか。いいよ。ちょっと待って。今回の出来事で聞きたいことがあるんだけど。今急いでますの。質問はぷよ勝負の後にお願いしますわ。そんなに急ぐことかとは思いませんのですが。レッツぷよ勝負行きますわよ。この結果は何かの間違いよ。でもなかなかやりますわね。質問を受け付けますわ。ズバリ聞くけど、どこからやってきたの？私にはさっぱりわかりませんわ。知らないかい。あ、ひょっとしたらフェーリさんならご存知かもしれませんわ。フェーリって人？ラフィーナの知り合い？ええ、ガウジングやおまじないが得意な女の子ですわ。まあ正直ちょっと心配なんですけど。あそこに怪しい影が。よし、こうなったらやけだ。行ってみちゃうぞ。お願い、ラフィーナも一緒に来て。